さあ、ということで、はい、こちら白山駅の A1 出口、都営三田線です。はい、三田線ですね。ここから、いわゆるスタジオと言いますか、はい、システマ東京白山ベース、白山ベース、はい、どういった道のりかというところを短い距離ですけれどもちょっと散歩しながら紹介しようということですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。先生、先生、はい、なんで僕がずっと喋ってるんですか。先生、ニコニコして。いや、面白いなと。いや、ニコニコして。お任せ、もう、こう来ていきたらお任せはちょっと、さすがにそれは欲しいですから。じゃあ、南川さんと一緒に、はい、システマ東京白山ベースへの道案内をいたします。はい、ぜひ、いらっしゃってください。はい、道はまずこっちですか。まず、そうです。出て右。まず出て右ですね。右ですね。はい、白山初めてなんで、はい、まあ、でも文京区 で、うん、でもここ結構こうパッて落ち着いた感じで、そうですね、すごい落ち着いてますね。セブンイレブンがあって、セブンイレブン、はい、そこで水買ったりとかして、そうですね、はい、そこのファミマでも買います。ああ、ファミマもあって、そこもいいですね。で、ここの信号渡ります。渡っちゃいますか。渡っちゃいましょう。ここはもう渡っちゃうと、はい、ご飯屋さんがあります。どうなんですか、このご飯屋とか多いんですか。ご飯屋とか結構ありますよ。ああの中華もあるし、二郎系もあるし、お寿司屋さんもありますし、すご、はい、でここにこういう可愛らしいサンドイッチ屋さんもあります。そんなん、うん、ここで白山ベースにお越しいただく皆さんにご注意いただきたいのは、はいはい、今の姿勢を過ぎるとこの先一切コンビニありません。なるほど、この先一切コンビニありません。ここからも住宅街で入っちゃう。そうです。お水を買うならあそこで。そうです。ですね、白山ベースにも今のところ水とか置いてありません。ここはどうなんですか、置く予定とかは。考え中です。考え中で。うん。あ、車がね。そうですね、車がね。結構お屋敷街でお金持ちが多いところなんで。ですね。ハイブリッド車が多いです。そうですね、だからちょっと静かに、忍び寄ってきますね。忍び寄ってきます。あ、八百屋室のお墓があります。八百屋室のお墓が左手にあると。これ目印ですね、これ。そうですね、好きな人に会いたいあまりに江戸の町を一回焼いて火炙りになってあげてですね。というところがここにあると。はい。そこを右。そこを右。八百屋室を右。右。右から歩きます。なるほど。あ、でもすごい静かですね。そうなんですよ、静かなんですよ。もう駅から数分で静かっていいですね。そうですね、大人が足なら徒歩4分ぐらいですけど。4分、はい、もう慣れちゃうすぐ、ね、いいですね、うん、ただね、自転車置き場とかちょっとないので、なので、ちょっと駅前で止めていただいて。あ、なるほど、自転車できる際には。そうですね、はい。まあ、あの正面に見える緑のネットは、まあ、児童館ですね。児童館の児童館にしたらでかいんですか。文京区、なんかそういう教育施設が充実してるんですよ。へ、はい、子育てで適した町であるんですよ。なるほどね、うん、あ、そうなんですね、でかいな。普通に高校っぽいじゃないですか。そうなんですよ。だから、まあ、住宅地だから、はい、住宅地に住んでる子供が多いっていうのと、はい、あと東京ドームグループが文京区にあるから、ほう、結構な税金を納めてくれるみたいな。そんな裏話もありながら。そんな裏話もありながら。がるから。でも、子育て世代にはいいっていうのは初耳ですね。あ、そうです。そういう趣のある家が、ね、たくさんありますのでね。なんか由緒正しい感ありますね。そうなんですよ。多分この石垣とかも古いんじゃないですかね。ああ、でもね。結構江戸時代に大きいお屋敷があって、はい、それを分譲したっていうのが多いんで。はい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 。だから所々に昔のお屋敷の跡が残っている。へえ。あ、こういう席は児童館。そうです、これ児童館。これ児童館。ああ、でかいでかい。うん、だから午後とか土日とかはその分こうやってね。はい、あ、そうですね、はい、あ、見えてきました。ここですね。これです。あの白い看板が目印です。あ、これもスタイリッシュでね、はい、ここですか。ここです。ここがいよいよ着きました。システマ東京、はい、ベース、白山ベースです。白山ベース、はい、体験随時受け付けておりますので。めちゃくちゃ近いですけど、うん、これは体験はどこで、いつやってるんですか、これ。
あ、基本的に、はい、土日にここでセミプライベートレッスンやってるので、はいはいはい、そこは土日 2,3 コマずつやってますので、はい、そこは体験参加可能です。可能でございます。はい、事前予約もが必要ですけども。予約していただければ土日にシステムができると、はい、いうことでございますね。はい、はい、めちゃくちゃ短い散歩でしたね。はい、短い散歩で良かったでございます。じゃあ皆さん、はい、ぜひいらしてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。